逃走中グレートミッション砂漠の魔法都市ステージダイジェストパート1。今回は31話から36話までを振り返りながら注目のシーンをご紹介。霧の都ロンドンステージが終わり、ガスティンから呼び出されたソーヤ。ガスティンは覚醒の力を使いこなせず思い悩むソーヤをクロノス社特製のトレーニングステージへ連れ出す。初参加の渋谷を再現したステージで逃走中の元チャンピオンガスティンとの一騎打ちが始まる。よし、もらったっ。体力を鍛え、オークライを制御できるようになれば、お前は逃走者としてさらに伸びていく。かくして覚醒の力、その名もオークライを使いこなすための長い修行の日々が始まった。渋谷ステージのトレーニングに打ち込むソーヤ。何度も失敗を重ねながらも少しずつ成長し、ついにソーヤ自身の力でトレーニングステージの逃走成功を果たすまでに。終わり城ステージでのトレーニングを始めたソーヤはいよいよウォークライの真の力を試みる。そんな中、次の逃走中のエントリーが始まり、新たな参加者たちが続々と名乗りを上げ始めていた。そこにはなんとルナの姉である西の党員ナギの姿も。ハルやペコバーの心配をよそに、ゲームスタート直前、待望のカムバック。間に合った、そうや、兄さん。かくして始まった新たな逃走中、次のステージには果たして何が待ち受けるのか。砂漠の魔法都市ステージに挑むのは20人の逃走者。ジャガリア王国を舞台に5時間の熱戦が繰り広げられる。逃走者たちは神殿にたどり着いた先で恐ろしい儀式を目撃する。儀式により冥界の神アヌビス神が降臨すると、おびただしい数のミイラを解き放った。神殿を脱出する最中でソーヤたちはカイト王子と出会う。あそこだ。ファラオ復活には多くの強い生命力が必要です。アヌビス神はミイラにそれを集めさせるつもりなのでしょう。ここでミッション発動。ミイラを封印するために4枚の石板を集めるミッションだ。ソーヤはアイテム魔法の杖を入手し、かなり満足げ。カイト王子から魔法の使い方も教わり、準備は万全。ミッションに挑む逃走者たち、子供を守ったクレアがミイラに捕まり生き玉を吸い取られてしまう。この子は渡さない。ソーヤたちは石板を探し出し、ミイラを封印することはできるのか。クレアを安全な場所に隠し、子供を家に送り届けることになったソーヤたち。もう、なんてあんら…あれ、もしかして、これは…なんて運がいいんだ。こんなところで、飛ばされた杖が見つかるなんて。一方、ペンタはアブラムの宝石に目がくらみ、より凶暴になったミイラに追いかけられる羽目に。スライム！シグマやソーヤたちが石板を発見。次々と逃走者が確保される中、ハルが3枚目の石板を発見。さらにリンセンの推測で4枚目の石板の場所を突き止める。しかし荷物は石板ごと船に積まれる直前、急行する逃走者たちの前に続々とミイラが立ちはだかる。逃走エリア外に運ばれる前に石板を回収することはできるのか。4枚目の石板を手に入れるため奔走する逃走者たち。このままではミッションは失敗に終わってしまう。このピンチを打破したのは、追っ手の来ない井戸の中を進んでいたトザクラマリン。すまないぞ、かけろ我が思いと共に。危なかった。
しかし石板にはさらなる秘密が。なんと石板を正しく組み合わせなければミイラの封印は不可能となる。頭を悩ませる逃走者たちにミイラが襲いかかる。ハルが正解を導き出す間、他の逃走者は魔法で耐えしのぐ作戦に。あの時石板が描いた模様、突破口は僕が切り開く。我がしもべたちが。ミッションクリア。逃走者たちの活躍によりミイラを封印、子供たちは守られ、逃走エリアの縮小も免れた。カイト王子はファラオ復活を企てる真の黒幕を見つけ出すことに。カイト王子が気がかりで追跡するソーヤとルナ。その先にはガルーダル王国の王女でありカイト王子の恋人レイラ姫の姿が。私たちの国は昔から仲が悪く、国王は共に私たちの結婚に反対しているのです。私たちが結婚することで両国が和解し仲良くなれればと願っているのですが。真相を探る決意を固めるカイト王子の前に突如砂の怪物が現れ、レイラ姫をさらってしまうのだった。レイラ姫がさらわれ、ガルーダル王国はジャガリア王国に一層敵意を高めていた。ミッション、エリア内のどこかに囚われたガルーダル王国のレイラ姫を探し出し救出せよ。カイト王子は魔法の力で動物と会話し、レイラ姫の居場所を探し始める。特典が入ったアイテムボックスを見つけ、開けた逃走者のみ杖の能力が上がり、動物と喋れる魔法が追加される。プリティラッキー。大きな砂の化け物を見かけなかったかい。答えたらなんかくれんの。くだらしいことで昼寝の邪魔すんじゃねえ。お礼にこれ持っていって。とっておきのキラキラよ。このティアラはレイラがつけていたものです。レイラ姫が。ずっと先にある大きな岩の裂け目さ、通路の向こうに奴らがいるはずだよ。砂の怪物に行く手を阻まれながらも一行は砂の神殿にたどり着く。カイト王子は魔法で対抗するも歯が立たず、逃走者たちもラムルに囚われ身動きが取れずにいる中、ある男には内なる声が響いていた。ここから皆さんにおすすめしたいミッション36、大きな注目ポイント。ここ見て。己の運命の指揮を取れ、リンセンのウォークライミューズ。俺の運命を指揮しようなど100年早い。ラーメン、電気を操ったの？これで動ける。雨を私の剣に集めるんだ。リンセンがタクトを振ると雨を降らせ、砂に囚われた逃走者たちのピンチを救う。二人のウォークライの力でラムルを倒したぞ。魔法で開けた重い扉が閉まりきる前に神殿の中へと急ぐ逃走者たち。背後にはハンターも近づいてくる。先に行って。マリー、二人とも捕まりたいのか。でも大丈夫だ、私にはバサルトがある。ここまでか。ルナをかばったマリンは神殿まであと少しのところで確保。ちょっとかっこよすぎませんか。いよいよ砂の神殿内部に乗り込んだ一行、次に待ち受けるものは一体。残る逃走者は13人、残り時間は3時間と36分。以上、逃走中グレートミッション砂漠の魔法都市ステージダイジェストパート1でした。いよいよ始まった砂漠の魔法都市ステージ、逃走成功の夢を叶えるのは一体誰なのか。今後も
逃走中グレートミッションから目が離せません。君は逃げ切れるか。最新の放送回は FOD で配信中。ダイジェストの続きをチェックしよう。